おお、すごいじゃん。絶対音感、皆さん絶対音感ってご存知ですか？なんとなく聞いたことある人もいると思うんですけれども、例えばドアを開ける音とかですね、こう壁を叩く音とか、そういうのを聞いただけでこれが何の音かわかるっていう、だからドレミファソラシドだよね。その音階の中のどの音かわかるっていうのがですね、絶対音感っていうものなんですよ。前回ですね、僕 iPhone7 壊してですね、嫁さんにしこたま怒られるっていう動画出したじゃないですか。見てない方ね、またこっちにリンク貼ってあるのでぜひ見ていただきたいんですが、うちの嫁さんはですね、もうかねてからですね、絶対音感が私にはあるというふうに常々言ってるわけです。で、僕はそれを信じてこなかったんですけれども、前回ですね、僕のことをグーッと、まあ、しこたま怒ったわけじゃないですか。私はそんな怖い人じゃないんだと、鬼嫁ではなくですね、繊細な部分もあるからぜひ知ってほしいっていうのをですね、まああれからずっと言ってまして、せっかくなのでちょっとチャレンジしてみようかなっていうことで、なのでまあ今日はですね、非常にお遊びみたいな動画ですけれども、本当に僕の嫁さんに絶対音感があるのか、今回はそちらを確認していきたいと思います。それじゃレッツゴー。ねえ、あなた絶対音感あるんでしょ？あるよ。じゃあ一曲さ、ちょっとやってほしいのがあるんだけど、やってもらってもいい？アレクサンドロスのムーンソングってやつ。俺があのすごいアルバム名を間違えたり曲名を間違えたりしたやつ。聞いたことないもん。聞いてたことないんだっけ？で、一曲流すからちょっと待って。聞いたでしょ？一回流したね。やってみてくれる？はい、せーの。緊張してんの、もしかして？緊張してる。なんで緊張してる？別にいいよ、別に緊張しなくて普通にやってみ。とりあえず、はい、自信持って、せーの。うん。おお、おお、すごいじゃん。いいね。抜け。うん。おお。あれ？リベンジする？リベンジする。いいよ、最後やり。ダメだよ、もう。本当に絶対音感あるの？ないでしょ。鍵盤がちっちゃいの。あ、これがでしょ。このソフトがちっちゃいっつうんでしょ。今度大きい鍵盤買ってあげるから。それでリベンジしに。